り少なくなってまいりました。続いてのチームはチームさくらです。今年のテーマは Peace Begins With a Smile。 疫病が一段落ついても世界では戦争が行われている国がある。同じ地球に住む仲間として戦争に断固反対し、全世界の人々が笑顔に平和になることを心から願います。それではチームさくらの皆さん、よろしくお願いいたします。私のテーマは Peace Begins With a Smile。 重要は笑顔から始まる。僕たちにできることは小さいけれど、笑顔で精いっぱいアップします。そして今日帰ってきてくれたメンバーと卒業するメンバーに感謝の気持ちを込めて踊ります。Thank you.
ました。チーム桜の皆さんでした。それでは続きましょう。